こんにちは。さあ、今日もバトルをやっていこう。まずはいつも通り前に出たいわね。一応右下に潜り込めたけど、飛び越えられるかもな。くそ、いい位置に踏まれたし。いや、お前がしゃがみジャンプを入れれば死ななかっただろ。故にあんたのせいってことね。なかなか厳しいですな。さあ、ちょっとラグいから注意しないと。言ってるそばから食らっていくスタイル。今のは普通に避けれただろ。うん、まあ前に行こうという気持ちが先行して。さあ、マリオの霊圧が消えたわね。裏に行ったな。あれ、誰かギブアップしたぞ。多分キノピコだと思うわ。お、まだワンチャンあるか。目指せクリアゲージ。ああ、いつものやつね。そこのキノコはどうする。リスクがあるからやめとくか。さあ、裏エリア中間地点ね。おい、ルイージがやられたみたいだぞ。これは本当にワンチャンあるぞ。うん、マリオも近くに見えてたしね。あとはマリオがやられてくれるのを期待して。いや、実力で勝てよ。さあ、オンオフの切り替わりに気をつけて。よし、完全にルイージを抜かしたな。ここのアイテムは取っておこう。って、あれ、もしかしてマリオ。おっと、いつの間にかやられてるじゃねえか。じゃあ、クリアゲージいただきました。いや、まだお前が失敗する可能性もあるからな。なるほど、マリオはここで足を滑らせたっぽいわね。確かにこれはやられてもおかしくないからな。よし、リズムでホイホイ言ったけど砲台が噛み合ってくれてよかった。そしてルイージはギブアップと。さあ、さすがにもう終わりかしら。ボーナスのコインもあるっぽいしな。この後にボス戦があったりして。いや、怖いこと言うなし。あれ、でもこっちは裏エリア。まだ続くのか。あ、ここでまた表に行けるね。中間地点。全然まだ終わりじゃなかった。ぐ、気を抜くと抜かされるかもしれないね。おのおの短いが。ん？あ、ボス戦があった。すごいな。ブーツの乗り捨てジャンプだよね。さあ、ゴールだ。直ゴールだったな。いやー、地味に長いコースだったね。あの砲台の乗り継ぎが一番難しかったわね。今度こそ先頭に。行くぜ。行くぜ。またやられてんじゃねえか。たく、今度はジャンプすらできてないし。いや、あれはしょうがないって。どうした、キノピコ。え、そのパックンはひどいって。ま、赤い土管だからすぐ出てきたのね。いや、見えてるパックンに突っ込むなし。今はここでアイテムを取り直せるから。さあ、ここはわかりやすいね。ここで中間地点か。誰か後ろでやられたっぽいわよ。もうここもクリアゲージか。あー、なんだよこれ。なるほど、みんな右っ飛びしちゃったのね。僕もまんまと騙されたよ。おーっと、スターか。いや、あんたキノピコの分奪ったでしょ。いや、今のはたまたまだって。うへー、鍵ドアかよ。ルイージが鍵を持ってるわね。よし、ちょっと倍速で。さあ、ここで鍵を奪って入れるのか。横幅3マスしかないから落下が怖いわね。危ねえ、落とされたかと思った。おお、入った。さあ、これは大きなアドバンテージ。頼む、このままゴールがあってくれ。さあ、ゴールがあったぞ。ハラハラしたぜ。さあ、次のコース。お、バトルコースか。うーん、また同じレーンに入ってくる人がいたら。まあ、そん時はそん時で。さあ、青か緑の土管に入りたい。行くぜ。さあ、始まりマリモ。なるほど、今日はマリモできたわけですか。いつもマリサばかりだとつまらないですからね。うん、それって地味に私傷つくんですが。心臓に毛が生えてるぐらい神経がずぶといですから問題ないでしょう。それなら全く問題ないですね。え、失礼すぎるだろ。はい、乗りツッコミお疲れ様です。さあ、そんなこと言ってる間にポコニャン選手表エリアへ。あー、たまにそのゴールだったようです。おめでとうございます、ポコニャン選手。今の気持ちをお聞かせください。実況もクソも何もなかったんですけど。というわけでポコニャン選手も喜んでるみたいです。たく、やるならちゃんと実況しろっての。しょうがないでしょ、コースが短かったんだから。勝ったんだし文句言うなっつーの。悪かったな。さあ、ここはアイテム取ろうかな。へぇ、珍しいわね。僕の中の危険センサーがアイテムを取れと信号を出して。ってなんでこりゃ。そんなの絶対突っ込むじゃないの。ほらね、当たってたでしょ。いや、それは結果論だろ。っていうか食らうんじゃないわよ。よし、ここで補充を。オーナイスフラワー。よし、ここからもうウィニングランかな。いや、その結論は早すぎるだろ。これで死んだら元も子もないからね。そりゃ慎重に立ち回るけどさ。ふう、地味に今のジャンプ怖かった。ってこっちは行き止まりかよ。若干のタイムロス。みんなも引っかかってくれるといいが。裏エリアはどうっすか。ファイアーバーのタイミングが合ってないんだけど。バトルだとずれちゃうんだよね。一応中間を取ったけど。だが、しかしやられたら負けと思った方がいいな。あれ、もしかしてピンクコインを集めなきゃダメ。うわ、だとしたらちょっとヤバいかも。あ、鍵ドア。1枚足りないんだけど。普通に表エリアに来れたわね。ボーゴールじゃねえか。鍵ドアは関係なかったのか。
もしかしたらボーナスエリアだったのかもね。逆に鍵ドアに入ってたら負けてたのかもな。運2枚しか集めてなくてよかった。さあ矢印の木に何かあるかしら。お、キノコか。ちょっと欲しい気もするけど。今は戦闘に出ることだけを考えよう。ダッシュが出てるからちょっとでも追いつきたい。く、キノピを上げちゃったか。だが頭狩りで抜かせたな。お、この下か。ちくわブロックが邪魔ね。待ってる間に持ち上げられるなんてことも。てか何やってんのよ。今のは単純に操作ミス。たく、結局抜かされてるじゃねえか。さあ裏エリアね。これは上捨てか。だったら抜かす要素はたくさんありそうだね。ワンチャン誰かハッチンにやられる可能性もあるが、僕でないことを祈ろう。ねえ、左ルートもあるっぽいけど、どっちからでも行けるのか。え、左の方が簡単そう。右は地味に難しそうだもんな。ちょっとキノピオがやられたと。ああ、でもその代わり左からキノピコが来たわ。く、まだ安心できないね。さあ中間地点ね。でかくなれたのはありがたいな。さあここからまた上捨てか。頑張ってキノピコとの差を開かなきゃね。透明度感でどこまで登るんだ。ここまでか。で今してんだし、なんかでキックが入らなかった。逆に差が縮まってんじゃないの。オーナイス分断。これでちょっとだけ差を広げられるわね。さあまだ続くかな。今度はスーパーベルか。ん？これ地味にむずいぞ。え、何言ってんの。別にそのまま普通に。さあまた食らったし。いや、だからさ、猫なんだから壁を普通に登っていけるだろ。あ、なるほどその手があった。気づいてなかったんかい。はぁ、通りで変な行動してると思ったわ。アホすぎるんだぜ。いやお恥ずかしい。でもまだ負けたわけじゃないから。さあ、開っちゃった。ちょ、やばくねえか。いやまだ積んではないから。とりあえず中間ね。ワンチャンボスもあるか。ん？おぉ、わかった。上のデカハッチンが鍵を持ってるな。うん、ナイス判断ね。落ち着いて僕が先に。よし、僕が前だ。これはさすがに終わり臭いぞ。オッケー、飛びつきで加速できる。猫はやっぱり痛いね。速度を落とさないようにジャンプをキープして。じゃあゴールだ。ふぅ、何度か危ないところはあったけど、最終的に勝ててよかったな。壁登りの判断ができなかったのは痛恨のミスだったね。精進するんだぜ。